東警察署防犯大使の楠田瑠美です。皆さん、帰宅中にスマートフォンの画面を見ながら歩いたり、音楽を聴きながら歩いたりしていませんか？ながら歩きは周囲の状況が見えなくなり、事故や事件に巻き込まれる可能性があります。ながら歩きはせず、明るく大きな道を通り、自分の身を守りましょう。